さくらの幸福はあなたが生きてそばにいてくれるということ、それ以外に彼女の望むものはありません。生意気だよ、僕の人形のくせに。だからあの時死んでおけと言ったのだ。冬木の管理者として処分を下すわ。さくら、これから自分がどうなるか分かってる？どうなるんですか？私死ぬわ、絶対に助からない。私は彼女の生存を望んでいる。さくらは、さくら、この戦いが終わったら、ここが何かしたいことはあるか？さくらの家だ。さくら、やがてキラキラ夢の中、なんで私の周りにある世界はこんなに私を嫌っているんだろう。桜だけの正義の味方になる。